はい、その答え相模原で見つかりました。おお、自然の中で遊べるところ。はい、キャンプ場やグランピングはいかがでしょうか。すごい、近くでは釣りなどのレジャーを楽しむことができます。その他にもアスレチックを備えたレジャー施設もありますよ。宇宙を学べる JAXA 相模原キャンパスではロケットを見ることができます。地域のイベントって何があるの？はい、市民桜祭りが有名です。スポーツも盛んでホームタウンチームもあります。じゃあ歴史は？神奈川県に現存する唯一の小原宿本陣や190年続く相模の大凧はいかがでしょうか。じゃあ相模原の未来も教えて。はい、リニア中央新幹線の駅ができます。相模原ロボット導入支援センターでは先端技術の活用を支援しています。この近くで陶芸できる場所。はい、藤の芸術の家はいかがでしょうか。陶芸や木工の体験ができます。この近くで遊べるところ、相模原公園や浅溝公園がおすすめです。相模川ふれあい科学館では川の生き物を見るだけでなく触れ合うこともできるんですよ。この地域の食材、オーガニックな地場野菜、有機卵など健康に優しい食材がたくさんありますよ。これすべて相模原で見つかりました。